はいどうも、改めましてハギサエリです。さくらあやねです。何が、はい、あれですか。いや、まあ私があれ、パイセン来ないねってみんなでざわってなった時に、うん、私がパイセンにモーニングコールをしておはようございますって電話かけたじゃないですか。そうだね、1回目、はい、電話鳴って、はい、うるせえなぁと思って。そう、一回出なかったんですよ、そう、出なかったって言ってもね、私ちょっと眠気すぐ込めないんだけど、一回目鳴って、誰だよってパッて見たら、さくらって出た、さくらか。なんで出なかったなんでで、パッて、あ、さくらか、なんだよ、いいや、と、後でかけようと思って。どうして？で、よくよく考えて、なんでさくらか電話かかってきたんだろうと思って、もう一回携帯開いたら、まあ、集合時間過ぎてたんだよね。そうですね。で、あ、終わったみたいな、はい、終わったってなって、あ、でもとりあえずこれはちょっと状況説明しないといけないなと思って、そうですね、電話をして、そうですね、かかってきました私に。でしたらもうみたいな、そんな静かじゃなかった、もっとうるさかったよ。え、じゃあそう、おはようございますって、あの、めっちゃマイク近くで、こうって言ってたのだから、まあ、あの、私の受話器が、ぼーって言ってたら、あって思って、ありがとうございます。でしたね。私の、私の寝起きボイス半端ないでしょ。いや、最初、あれ間違えちゃったかなと思って、私が折り返してんだよね。そうそうそう、間違えたと思って、一瞬、ほっってなって、一回、私が、って言ったら、帰ってこないの。そう。帰ってこないわ、と思って、で、いや、でも、と思って、うん、待って、もう一回やり直したの。やり直したんだ。やり直したんだ。仕切り直したんだ、ね。仕切り直したんです、うん。なるほどね。まあね、人間寝起きは誰しも、ちょっとコロッ、コラってなってるかなと思って思い直して、もう一回、おはようございますって言ったら、なんかもう、ああ。半端ないでしょ、私の寝起き。本当に申し訳なかった。私はちょっとそれで、あ、ちょっとパイセンこれ私の手に負えないと思って、ちゃんこさんに、あの、電話を渡して、ちゃんこさんに帰りますねって言って、そしたら、ちゃんこさんが渡して、ふぅーって言って、もう全然私そのテンションについていけないの。寝起きだから。だから、すいません、すいません。すいませんもう、いつも、ね、ちゃんこさんが遅刻した時と全く逆な、全く逆の状態で。状態ですね。これはじゃあ準備していかないといけないわなと思って、はい、で、まあ、お風呂に入ったんですけど、おお、はいはい。で、さて、つって、で、頭びちょびちょだから、頭をタオルでくるくる巻いて、で、そこから、優雅。そこから、あれでしょ、メイクするのに、まずでも、ぴったり、私いつも1時間半って言うじゃん、1時間半前。そう、1時間半前に。ぴったり1時間半で家出れるのよ。そう。それちょっとびっくりして、本当に、集合時間から1時間半ぴったりに、今、その電車乗ったって言ってメールが来て、お、本当におっしゃる通り1時間半で支度なんだなって。そんなに、30分お風呂入るじゃないですか。はい、残り1時間のうち、はい、座って、メイクとかする時間が30分ね。はいはい、うち10分は、化粧品を塗るっていう時間。メイクするっていう時間？メイクは、でも言っても10分とか、それぐらいで終わるかな。20分もかかんないかな。化粧品を塗るとメイクって別なんですか？別別別。化粧品を塗るの、うん、私ね、朝5本塗るものがあって。5本？え？化粧品の導入液。EGF っていう導入液を塗ってから、で、化粧水、はあ、でその後に、シミとかを防ぐビタミン C のチューブみたいなのがあって、それを塗ってから乳液、はあはあ、でその後に蓋をする乳液とか蒸発、水分が蒸発しないようにする保湿のクリーム、はあ、で全部で5個か、それをもう10分ぐらいかけてのんびり塗って、はあ、あーちょっと今日も大丈夫ですねっつって、ああ、さ、じゃあここからメイクしましょうかっつって、そっから下地とか、あ、でも私だから肌にかける時間、その目とかもうペーって適当だから、ああ、何？下地塗って、今紫外線強いから、ああ SPF50 の日焼け止め塗って、ああ、で、
ファンデーション塗って、粉はたいて、適当に眉毛描いて、あとはもうマスカラとかして、って感じ？え？だから、その、要はその下地作りだよね。下地作りにめっちゃ時間かかるのね。私、何枚仮面をかぶってるの？